こんにちは、ティーアドバイザーのみーです。実は先日ニット1909が開催する和紅茶作りの体験イベントに参加しに静岡に行ってきました。和紅茶発祥の地と言われるマリコ紅茶で工場見学をしたり、実際に手もみで和紅茶を作る体験をしたりと大変楽しいイベントでした。本当はもっと詳しく語りたいんですが、こちらについてはまた後日イベントレポート動画をアップする予定ですので、それまでぜひ楽しみにしていてください。さて今回の本題に参りましょう。静岡といえばお茶の名産地ですが、緑茶やほうじ茶はもちろん和紅茶もたくさん作られているというのはご存知でしょうか。実は緑茶と一緒に紅茶の生産も行っている茶園が多く、静岡は和紅茶の産地としても盛んな地域なんです。なのでせっかく静岡に行ったからには、街を歩き回って和紅茶が売ってるお店を巡ってじっくり楽しみたい、そう思っていたんですが、残念ながら時間の都合で和紅茶巡りの旅は叶わずじまいでした。しかしさすがはお茶の名産地静岡、駅構内だけを見てもお茶屋さんやお茶を扱う飲食店が多くて、その中でも和紅茶を扱っているお店も多数ありました。そこで今回は静岡駅構内で和紅茶が買える飲めるお店をまとめました。静岡駅に立ち寄る機会がある際にはぜひ参考にしてみてください。一つ目はこちら、苦くない紅茶。パルシェ1階食祭館内にある和紅茶の専門店です。こちらのお店では静岡の茶葉で作った苦みや渋みの少ない飲みやすい紅茶を販売しています。メインの取扱商品である和紅茶はその風味が苦くないレベルで表されており、スイート、マイルド、ビターといった分かりやすい商品名がついています。いずれも静岡県産和紅茶のシングルエステートで和紅茶本来の味わいを楽しめます。お店では和紅茶をはじめ緑茶やほうじ茶なども販売されているほか、テイクアウトドリンクや和紅茶ソフトクリームなどもあります。静岡県で和紅茶が買いたい飲みたいなら苦くない紅茶はマストです。ぜひ足を運んでみてください。続いて竹明堂、同じくパルシェ1階食祭館にあるお茶屋さんです。1781年創業の老舗で、玉露や煎茶、抹茶など様々な日本茶を販売しています。こちらのお店で購入できるのはマリコ紅茶です。マリコ紅茶は国産紅茶発祥の地としても知られているブランドで、ベルギー王室の御用達の品にもなっています。特に紅風紀はとっても美味しい和紅茶で、ぜひ一度は飲んでほしい商品です。静岡駅構内で歴史ある高品質な和紅茶を買いたいなら竹明堂に足を運んでみてください。続いてはこちら、静近茶店一茶です。こちらは静岡駅北口の地下広場にあるお店で、静岡の茶商工業協同組合が運営する日本茶カフェです。本日のお茶と題した3種類のお茶が出されて、その中から好きなお茶を1つ選び、お茶菓子と一緒にいただくことができます。その中には和紅茶がチョイスされることもあるんです。訪れた時間が閉店間際だったため今回は入店できませんでしたが、この日のメニューにはマリコ紅茶の紅風紀もあったようです。ちなみにテイクアウトのドリンクメニューにも和紅茶があるので、近くを通りがかった際にお茶だけささっと購入することもできますよ。またカフェに入らなくても購入可能な物販のコーナーもあります。こちらにはワンコイン500円で買えるお茶がずらりと並んでいます。約50種類のお茶が並ぶ棚の中には和紅茶もあります。500円というお手頃価格なので、お土産にもぴったりですね。和紅茶だけでなく日本茶全般を楽しみたいという方は、約50社のお茶が一堂に会するこの静近にぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。最後はおまけの紹介になりますが、静岡駅南口を入ったところのすぐ横にあるグランドキオスクです。どこの駅にでもあるキオスクですが、さすがは静岡、こんなものまでありました。お茶のティーバッグが出てくるガチャガチャ、その名もお茶ガチャです。1回200円で、中身は緑茶、和紅茶、ほうじ茶、抹茶入り玄米茶の4種類からランダムに出てきます。何が出てくるかわからないのと、おみくじ付きで運勢が占えるというワクワク感が面白いですね。
しかも出てくるお茶の中身は丸福製茶の本格的な美味しいお茶です。丸福製茶は日本茶アワード2023伊調煎茶部門でプラチナ賞を受賞した丸福つゆひかりなど数々のお茶を販売する静岡のお茶屋さんです。こちらのガチャガチャの機械はグランドキオスクの中にある柱の裏、少し分かりづらい場所にあるんですが、旅の思い出やちょっとしたお土産、運試しやお財布にたまった小銭の消費などにもぜひいかがでしょうか。ということで、静岡駅構内で和紅茶が買える飲めるお店4選ご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。お茶どころ静岡では和紅茶の生産も盛んで、駅構内だけでも和紅茶を買えるお店があります。もちろん少し足を伸ばせば静岡には素晴らしいお茶屋さんがたくさんありますけど、時間がなくて駅だけでお買い物を済ませたいとか、ちょっと試しに和紅茶を飲んでみたいという場合には、ぜひ今回紹介したお店を訪れてみてください。皆さんのお買い物の参考になれば幸いです。ここまでご視聴いただきありがとうございました。この動画がためになったと思ったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。ニーのお茶会チャンネルでは毎週金曜日に動画をアップしています。美味しい紅茶が大好き、もっと紅茶のことを知りたいという方のために紅茶の情報を発信していますので、ぜひご覧ください。またインスタと X ではハッシュタグニーの毎日紅茶でお茶のレビューを投稿中です。365日毎日違うお茶をレビューしているので、ぜひフォローして一緒に新しい紅茶との出会いを楽しんでください。ブログでは動画では紹介していない商品のレビューもしているので、ぜひチェックしてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。みーでした。バイバーイ。